一郎の日曜天国、2時間のお付き合いありがとうございました。1972年、昭和47年発売、森まさこさん、先生に乗せて、今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、川越市のヨッペさん、市川市のブータンさん、小平市の野良犬さん、横浜市の小島亮さん、そして山形県酒田市のバカ殿様子さん、以上5名の方です。おめでとうございます。おめでとうございました。さて、先週番組の冒頭で、私は新宿駅の13番線14番線のホームの放送で大変癒される元気づけられるという話をしたんですが、その宮崎さんがどうやら、昨年定年退職をされたということのようですね。横浜市のてるみさんが元同僚だったということで報告してくださいました。ね、残念、もう聞くことはできないということですが、お便りありがとうございました。ありがとうございました。今日はこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。さよなら。セブンアンダイグループのデニーズから、これ一枚でお食事代 5% オフ、お会計も楽々できちゃうデニーズカード、正午です。お待たせをいたしました。日曜日お昼12時を回りました。ようやく秋らしい爽やかな日が現れるようになったんですが、今日はまたお天気下り坂なんだそうですね。お帰りなくお過ごしでいらっしゃいましょうか。もう夏の間中やらなくてはやらなくてはと思いながら、今日は暑いからまだ蚊が来るからなるとついつい手をつけないままで10月の声を聞いてしまいました。生い茂った雑草の中に露草のブルー、赤まんまのピンク、水引草の鮮やかな赤などが存在感を主張始めております。中でも水引草の増え方がすごいんですよね。去年はほんの2株か3株だったら、今年はもう庭のあちこち数え切れません。細く長く伸びた茎に鮮烈な赤い色の小さな小さな粒々のような花が一本の茎に上から下までびっしり、あれが間もなく全部黒い種に変わると来年は一体どういうことになりますか。目立たない花ですけども、よくよく見るとなかなか趣のある花でございまして、水引草いいもんですね。さあ、それでは今日もひとときのリラックスタイムをご一緒にお過ごしいただきます。 MDU バックグラウンドミュージックです。今日お聴きいただきます曲は、風と共に去りぬウィンチェスターの鐘、愛の賛歌、ムーンライトセレナーデ、明るい表通りで、カバティーナ、さよならをもう一度、時計台の鐘、この道、女一人、思い出に生きる、屋根の上のバイオリン弾き、フィドルファドル、キャバレー、恋はメロディ。この番組は松本歯科大学の提供でお送りします。
your pal. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town.記念日1894年明治27年の10月5日福沢諭吉の提案で汽車汽船旅行案内という月刊の時刻表が発行されたことにちなんでいます。以後20年間にわたって時刻表の出版ブームとなりましたが、大正4年あまりに激化した出版競争を憂慮した当時国鉄を運営していた鉄道院が代表的な3つの時刻表を鉄道院公認汽車汽船旅行案内という名で一つにまとめさせました。当時の時刻表は右開き漢数字の仕様で縦書きになっていたんですが、大正14年になって欧米と同じく左開きアラビア数字仕様の汽車時間表が登場しました。作ったのは JTB の前身日本旅行文化協会。これがすぐに国鉄の公認時刻表となりまして、以後昭和62年の国鉄民営化まで大活躍したことはご存知の通り、一方三市合同で出されていた汽車汽船旅行案内は公認の文字が外されて太平洋戦争の中頃にその姿を消しています。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
メリカの経済誌フォーブスが発表した最も割高なスターの第1位はニコール・キッドマン。1本の出演料18億円の彼女は出演料1ドルあたりの興行収入がわずか1ドル、会社に得をさせないスターのナンバーワン。2位がテレビシリーズエイリアス二重スパイの女でスターになったジェニファー・ガーナーで興行収入は 3.6 ドル。で、3位は日本では大人気のトム・クルーズ。1ドルあたりの興行収入は4ドルにとどまっております。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。は間もなく12時28分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。中央道の下り線小仏トンネル内で乗用車4台による事故の処理が続いています。今レッカー作業を行っていて4キロの渋滞、通過には40分です。首都高速は5号線の上り熊野町ジャンクション付近、工事のため1キロ、通過には10分です。一般道は埼玉県内越谷市内に大型商業施設がオープンしたため、その商業施設に向かう車で越谷市内の東町周辺道路、国道4号バイパスや県道平方東京線などが混雑しています。都内は新青梅街道上り東久留米市柳久保2丁目付近、乗用車など車3台の事故です。左側2車線が通れません。新目白通り下り下落合1丁目付近の火災後の処理は終わりました。次の TBS ラジオ交通情報は12時58分頃です。関東地方お天気は下り坂で、夜には広い範囲で雨、明日も日中いっぱい雨で気温も上がらずに冷たい雨になりそうということでございます。バックグラウンドミュージック、東京赤坂 TBS 放送センター9階ラジオ第6スタジオからお届けしています。お相手は和歌山源三です。
様で知られるバオバブの木。もともとはアフリカ原産ですが、今ではオーストラリアを代表する巨木として知られています。バオバブは厚い樹皮の内側に水分をたっぷり含んでいることから、山火事の多いこの国で5000年もの間生き続けることになりました。握り拳よりちょっと大きめのバオバブの実は甘酸っぱくて美味しいという話ですが、この実に彫刻を施して売っているのが先住民アボリジニの青年たち。これなかなか趣のある土産物として人気だそうです。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
メリカの映画界でこの1年最も話題になったスターが今週誕生日を迎えるマット・デイモンです。名門ハーバード大学に在学中だった18歳の時、早くで映画デビューをしたんですが、その後なかなかいい役には恵まれませんでした。そこで幼馴染のベン・アフレックと2人で書いたのがグッドウィル・ハンティング旅立ちという脚本。これがアカデミー脚本賞を受賞した上に、演技者としても出演した彼が主演男優賞にノミネート。9年目でやっと芽が出たわけで、その後は主演作が続々と作られ、2001年以降はオーシャンズシリーズとジェイソン・ボーンシリーズの大ヒットでトップスターの仲間入りを果たし、雑誌ピープルが選んだ2007年の最もセクシーな男、経済誌フォーブスが選んだ出演料から割り出した最も興行成績のいいスターの共に第1位。さらにファンサービスの行き届いたスター、男だけで選ぶ世界の男性セレブ人気投票では共に第2位と、人気実績ともに群を抜いておりまして、今週水曜日38歳になります。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。強い音楽の流れは時の経つのを忘れさせてくれます。今日は風と共に去りぬウィンチェスターの鐘、愛の賛歌、ムーンライトセレナーデ、明るい表通りで、カバティーナ、さよならをもう一度、時計台の鐘、この道、女一人思い出に生きる、屋根の上のバイオリン弾き、フィドルファドル、キャバレー、恋はメロディー、以上大江田誠の選曲でお聴きいただきました。スクリプトは風浩二でした。 MDU バックグラウンドミュージック、この番組は松本歯科大学の提供でお送りしました。引き続きサンデープレゼントのお知らせがございます。
ではサンデープレゼント、まず当選発表です。信州白馬八方尾根観光協会からのプレゼント、信州産キノコ入り白馬の豚カレー800通ほどのご応募の中から埼玉県富士見市の大高雅子さん、千葉県市川市の松尾香織さん、豊島区の島田光一郎さん、神奈川県川崎市の佐藤勝さん、杉並区の吉田節子さん、以上5名の皆様ご当選です。そして八方アルペンライン優待乗車券と白馬八方尾根外湯のご優待券、こちらも800通ほどのご応募の中から千葉県流山市の杉丸正蔵さん、調布市の秋間徹さん、埼玉県行田市の佐藤春代さん、練馬区の大平沙織さん、西東京市の道野真紀子さん、以上5名の皆様それぞれ、ペアでご利用いただけます。それでは今週のプレゼントのお知らせに参ります。今年の春頃この番組でもお話したことのある新潮社の CD 文庫、小林多喜二の小説カニ光線、2月末に収録したこの CD がこのほどようやく発売となりました。今年は小林多喜二の没後75年という節目の年でもあり、この小説の内容がここ何年かますます進みつつある格差社会や閉塞感が強まるばかりの現代日本の状況と重なり合うということもあり、さらにこの小説を漫画化したものがですね、若い世代を中心に爆発的に売れたということもありまして、小説自体が大変なブームを巻き起こしました。カニ光線というまさに閉鎖されきった空間の中で繰り広げられる非人間的な世界、その中から解放されるために彼らは何をしたのか、私にとってはまあ懐かしい北海道なまりによるセリフの数々の表現が勝負でございました。新潮社の CD 文庫小林多喜二のカニ光線 CD3 枚のセットでございます。新潮社のご好意で10名の皆様にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、年齢、証券の電話番号をお書きになって、郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージックサンデープレゼントカニ光線 CD の係へお申し込みください。10月2日木曜日の到着分まで有効です。10月2日じゃないな、何日なんだろう、8日かな、8日ですね、失礼しました。8日木曜日の到着分まで有効、当選の発表は来週日曜日のこの時間に行います。なおこの CD セット本屋さんにご注文いただきたいんですが、実は現在在庫切れの状態になっておりまして、新潮社の話では10月の9日、9日でした、ごめんなさい、今週の木曜日に、増刷分が出るということでございました。大変失礼いたしました。なおオーディオブックと称する全く別物の CD がネットで売られておりますのでご注意いただきたいと思います。私のカニ光線は新潮社からの発行でございます、9日木曜日到着分まで有効でございます。市川市の松尾香織さんからのおはがき、このところ小学校のそばを通ると運動会の練習の声が聞こえてにぎやかです。今頃はお昼休みかなと思いながら番組を聞いています。自分の時の運動会の種目なども思い出します。そうですね、今日は日中はお天気もしそうですから、あちこちの運動会、にぎわっていることでございましょうね。千葉県山武郡の伊藤雅子さんからこれもおはぎ、いつも思うことは夜の番組なら一人コーヒーを飲みながら新聞に目を閉じながらなどゆっくり浸れるのにと思いつつ、子供や家族の食事の支度をしながら、ああ聞こえない、あこれはいいなどと一人心の中で思いつつ聞いています。秋の曲特集をしませんかというおはぎなんですが、やりますやります。秋のオールリクエストスペシャルは10月26日です。詳しいお知らせは来週のこの時間にさせていただきます。伊藤さんもぜひリクエストをお寄せくださいね。来週は12日になりますね。どちらさんもお元気で良い1週間をお過ごしください。それでは日曜日のお昼にまた、和歌山源三でした。ごきげんよう。TBS ハウジングモデルハウス最前線、今日は東松山会場ヒノキア住宅の林正樹さんにおいでいただきました。ヒノキア住宅の林です。私どもは理想の住まいづくりの第一歩は良いパートナー選びと考えています。皆さんも東松山会場で住まいのパートナーを選んでください。きっと良いパートナーに出会えます。もちろん私もその一人として寄付しております。皆様ぜひ東松山会場へお越しになり、マイホームの夢を叶えてください。林さんがいらっしゃる東松山会場は
旧254沿いの松葉町シルピアの並びです。時刻は12時58分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。中央道の下り線小仏トンネル内での乗用車4台による事故の処理は終わりました。渋滞も解消しています。首都高速は3号線上り渋谷付近で乗用車同士の事故です。左側が通れず2キロ半の渋滞、池尻からは15分。5号線の上り板橋ジャンクション付近では工事のため500メートルの混雑です。一般道は埼玉県内先日オープンした大型商業施設に向かう車で、越谷市内東町周辺の道路、国道4号バイパスや県道枚方東京線などが混雑しています。都内は新青梅街道上り東久留米市柳久保2丁目付近での車3台による事故の処理は終わっています。次の TBS ラジオ交通情報は1時25分過ぎにお伝えします。ハンバーグ一筋40周年びっくりドンキー、秋限定のこだわりメニュー登場。ハンバーグは5つの野菜入り包み焼きでピリッと辛い味わい、きんぴらパケットステーキです。秋限定のドリンクデザートもあり、味わい盛りだくさん。そら豆焼酎、そら豆の豆像、そら豆の豆像、そう、あのそら豆が焼酎になったんです。熊谷大宮酒店のオリジナル焼酎、茹でたてのそら豆の香りと豊かなコクがたまらない。そら豆の豆像は大宮酒店 .com。 TBS ラジオ 954kHz セブン&アイグループの伊藤洋華堂から全国どこへでもお届け。